今日は一つ前のハスラーの紹介をしたいと思います。外観はこんな感じですね。モデルは J スタイルというモデルですかね。後ろはこんな感じ。今回これは赤ですが、色もカラフルでいろんな色が出てますね。後部座席は、ちょっと暗いですが、まあ今の軽ハイトワゴンに比べると少し狭いですが、まあ、大人が2人乗っても十分な居住性能だと思います。はい、運転席に来ました。ちょっと外が暗くなってきてしまいましたが、メーターはまあ一般的なものになっています。エンジンはプッシュスタートなっておりまして、下の方にですねシートヒーターのスイッチがあったり、アイドリングのオフの設定とかですかね、できます。一応ライトも、オートのライトがついてますので、まあ、自動で点灯されたりしますので便利です。ナビは、これもパナソニックのものですかね、ついてます。はい、エアコンもまあ、フルオートなので比較的便利ですね。ギアは、エアコンの設定の横にあります。はい、ちょっと暗いですね。よいしょ。はい、ボディカラーが赤なので、まあ、室内も全体的に赤色で統一されてます。ハンドル、皮巻きのハンドルになっていまして、手元で一応おナビの操作だったりできますね。はい、まあ軽自動車ですけども、まあ、遊べる軽というぐらいなので比較的アクティブに使えるようなものになっていると思います。まあ、今新型出てますが、これは新型じゃないですけども、全然まだまだいけると思います。はい、ハスラー、検討されている方、まあ、ご参考にしていただければと思いますが、ハスラーのですね、ライト、すごく明るいんですよね。これも一つのメリットだと思います。ちなみにですが、鍵も、ハスラーのボディに似たようなケースもついてたりしますので、まあ、こういったところも、凝ってるなと思いますね。はい、それでは以上になります。